はい、まず前提としてベガバイソン立ち回りはバイソンです。かなりバイソンだと思います。ダルシムとかとやってるような規模に近い。ダストで遠距離から攻撃してくるっていう、だからなんか遠距離キャラとやってる気分になる。まあまあっていう感じの立ち回りバイソンなんですけど、ここら辺ベガの大パンぐらいの間合いまで来るとかなりベガ有利って感じ。だから近づきゃベガって感じなんですよね。でバイソンの、立ち回りの多分最初の一つの指針として V スキルを貯めるとさらに有利になるんですよ。 V スキルを貯めると歩いててもリターンが取れるようになる。プラスためがなくてもベガのいろんな行動にスカ角を取れるようになるんで、バイソンは V スキルをどこかで貯めるのが多分第一目標で、ベガはバイソンの V スキルためを咎めたい、とにかく咎めたい。であわよくばダストをスカしたいっていうのが立ち回りの超基本の部分ですね。でただベガ足が遅いんで、その普通に歩いてるだけじゃバイソンのダストスカせないんで、立ち回りで結構バックステとかをしてます。でめちゃくちゃ大事なのがこの場面ですね。試合中にむちゃくちゃ訪れるんですけど、これダストガードしたけど確定が届かないなっていう場合、ここの読み合いはすごく大事。ここの打ち返し方とかは多分すごい大事です。どんだけ選択肢持ってるかとか。だベガは常にスライディングが届く距離にいたい、なおかつダストをスカしたい、この両方ができれば勝てるバイソン戦で。まあ突進技を持ってるキャラ相手するときのもう鉄則なんですけど、突進技っぽいぞっていうモーションが見えたらもうガードタイミングでボタンを押す。これできるだけで全然違う、むちゃくちゃ変わる。でこれはガードタイミングでボタンを押してたんでスカって大パンチ確定。もうこれが起こるとねすごい嬉しい。いいグラップするじゃねえか。でベガがバイソン倒す時の勝ちパターンでめちゃくちゃ多いのが、もうバイソン画面端から脱出させずにそのまま倒しきるっていうのがすごい勝ちパターンなんで、もうここは多少無理して多分わざと振ってると思う。やっぱ強めに押してますね。でちょっと離れる。ああ行き過ぎた。まあ。いやでこれね、やっぱバイソンがこんな感じでちょっと下がり気味になると、おこいつ V スキル食べるんじゃねえのかっつって、でこれすらも届かない前なんですよ。だから前捨てするか前ジャンプするかで、まあこの距離前ジャンプいけんじゃないと思ったら下がるふりして前に歩いてきてて、ジャックスマッシュ、V スキル溜まった、終わり。無理やり突っ込んで、これは確定の V リバーサル。タンパは警戒してませんでした。タンパ溜めてるかどうかって大攻撃を使うかどうかで判別してます。バイソンベガ戦はさすがにタンパ溜めてる余裕ないっぽくて、ゲーム序盤で普通に大攻撃何回も出てたんで、あまあタンパ溜めてないなっていう。バイソンって大攻撃ないイコールもう基本、しゃがみチューパンとダストをメインに立ち回るんですけど、しゃがみチューパンがベガの技と相性が全然良くなくて、中距離しゃがみチューパンだけだとベガと殴り合えないんですよ。だからベガぐらい牽制強いっていうか牽制相性悪いキャラやと、もう短波溜めてる暇ないっていう感じでしょうね。でこれプゲがねめっちゃよくやるプレイングなんですけど、しゃがみチューパンとか中足をガードさせてこれ下がるんですよ、バックステで下がるんですよ。そういうのに対してなんかこっちが先端やしなもうないでしょっつってファジータイミングでボタンを押すと、プゲバックステから確認して、本来バックステからダストって出ないんですけど V スキルため中はできるんですよバイソン。これはプゲのリプレイ見てて、あこれはすごい狙ってるなっていう。でこれ多分ねプゲこれ大パンに見えたんやと思う。中パンが多分大パンっぽく見えてダスト打っちゃったけど、僕がその後動いてたから強化ダストヒットっていう感じですね。でこれですね、なんか中パンがヒットで、これねシャドーワックス発動するときに気をつけてほしいんですけど、これ大パンの後サイコチャージ小間投げつながんないんですよ、先端ヒットだと。だからちゃんと普通のコンボ、まあ、本来なら小間投げつけた方が全然リターン高いんですけど、まあ、先端なのでつながんないので仕方ないなっていうことで、あれは投げて甘えました、甘え連携。これ前投げサイコこれプラス取ります。ベガ前投げサイコプラス取るんですけど、これ受ける側がバックステしてるだけでスカるんで、
まあ、じゃあ若干きついし、お願いするかっていう。うえ、仕込んでいる。オビさん、オビさん見てますか。オビさん、仕込んでなかったらこれ負けてるよ、この試合で。これ、びっくりドッキリ目か、一発ネタなんですけど、これ点滅が3回目来たぐらいに、これめくりなんですよ。これ爆発がめくりになる。知らないと、この起爆自体がめくりになって崩せるんですけど、さすがはファイナルアツシ、めくりガードしている。やるじゃねえか。でもここら辺からちょっとタイムアップちらつくんで、ちょっと強めに技振ってますね。ちょっとでも削っておきたい。この城は相当取られたくない、相当取られたくない。あ、まあこれはベガ有利やな、これはベガ有利なんですけど、バイソンの V スキルマークが光ってるのを皆さんお気づきになっていますか。バイソンの V スキルゲージ光っています。つまりまだ強化ダストを残している。ギャー、ちょっと中継打った後動いただけやろ。いやね、これね、これ迷うな、マジで難しかったっすね。あれ最後 V シフトしてもよかったかもしれへんし、ワンガード V リバとかしてもよかったかもしれないし、ちょっと難しい場面でしたね。ちょっとまくり目がかなり厳しかった今のは。これプゲね、対策なんですよ。垂直ジャンプを見て V スティルするとめちゃくちゃ咎めづらいんですよ、これ。それ読みで一応前捨てして中パンってやったら空を切る。バイソンの V スティルやられ判定もうちょっと伸ばしてよくないか、これ。やめてー。思ったよりベガのガード判定がでかくて漏れましたね。で、これは中インフェルノの後 V スティルは割れない連携です。V シフトがないと割れない。で、まだ、バイソンこれ V ゲージ溜まってなかったんで、これで入れ替えを狙いつつ、ほら、ガードさせるだけでめっちゃ溜まるんですよ、これ。だから狙える場面では、もう絶対、これ、ヘルズワープはガード以上はさせていきたい。で、まあ、ガードさせて、なぜかプラスなんで、投げる。で、画面端。画面端大丈夫です。ちょっとでもダメージ奪いたい。お、これはラッキー。確定になりましたね。無理だろー、無理だろー。これバイソン、しゃがみ中パンをガードさせた後画面端で、バイソンその場で投げれるんすよ。1フレ歩きとかやったかな。まあ、ほぼその場投げできる。バイソンが、画面端でしゃがみ中パンガードさせるって、これすげえ強い行動なんですけど、ここでバックステすると、投げを避けつつ、ゴムにまで持っていける。ベガのバックステが22なんで、これ21やったらプラス取れるんで、もう3フレ暴れるんですけど、まあ5分なんで、まあちょっと、おってなって、投げる、投げる。だからバイソンの画面端しゃがみ中盤ガードした後は、バックステは結構強い、選択肢ではありますね。で、これ、ベガそのアックスに駒投げ仕込めるとは言ったんですけど、実はダイパンにも仕込めて、これめっちゃ遠いじゃないですか。めっちゃ遠いように見えるんですけど、これベガのダイパンキャンセルするとすごい前進するんですよ。プラスバイソンの V リバがすごい前に出るんで、かなり先端気味に見えても、実は V リバ吸えますよという。で、これも、V リバが出たタイミングでのみ、コマ投げが漏れるように仕込んでます。多分これプゲラね、読み合ってきてたんですよね。その3回ぐらい点滅したら消えるっていうのを読んでたから、読み合いでダストで潰しに来たんですけど、なんとベガはそこにもういなかった。あーらよっとあーらよっと、はい、クソレンジです。ヘルズワープのいいとこは、最後これでお願いできる瞬間があるんですよね。むしろ、昨日のプゲ戦、このヘルズワープ、V スキル2がめちゃくちゃ活躍した。珍しく。あれ、これなんですよね。中央でも、このしゃがみ中パンガードさせた後、投げと、ちょい歩いて投げと、壊しっていうの、これすごい強い連携なんですけど、これ僕、対策したんですけど、ちょっと実践できなかったですね。これ壊しコパン、壊し立ちコパン、壊しガードして立ちコパン没写化しとくとつかり狙えたりするんですけど、ちょっと余裕なくてできなかったっすよ。これミスってます。バリきつい、バリきつい、太鼓出ない。
魂の抜け。うおー、噛み合ったー。画面走ってバックジャンプすると中スマッシュ食らうんで、もうこれ読み合いなんですけど、これためあります。で弱出すと多分これ先端の距離やなってなったんで、読み合いで飛び噛み合う。暴れか、暴れて。でこれ EX2 だったらピオリーチプラス落ち目まで行くんで、もう絶対使う。シミー連続で読み勝っていく。でここ僕が言いたい場面、ここ弱ブラスト前捨てしゃがみコパン、これ実はこれ CA 下げります。バイソンの CA8 フレ、ラシードの EX ミキサーと一緒なんで、これガードします。だから度安定重ね、絶対重なる。でプゲがこれ壊しっすね、壊しをしてるから多分弱託しに来てて、その弱託の壊しを潰して倒しきれた。バイソンのだから CA フレーム調べといてよかったなと思った。調べてなかったらあれ下げるって知らんかったから、重ねに行けなかった可能性ある。リバサ壊し食らってる可能性ありますからね。あれ2ラウンド目というか2セット目。この人めっちゃ負けそう。お前そう、やっぱ V スキルに痛めるとプリはこのスタイルめっちゃ多いっすね。なんか空振る、バックステで前外に行く、強化ダストで差し返し、かなりボクサーっぽいなこの動き。でこれもさっき言ったあれっすね、バックステでゴブになるからっていう。でバイソンって性質上結構スラが当たりやすいんですよ。ダストの距離調節するために細かく後ろ下がるんで、先端ダストの間合いをそのキープしたいっていうか調節したいんで後ろ入れるんですよね。そのために、まあ、スラが当たる。でこれは運よく差し返しの形になってスラが当たる。サイコチャージ結構小鼻で当てたな。これ2択これ2択です。この起爆のピカピカの3回目ぐらいで V スキル2やると裏になるって言ったじゃないですか。V スキルのこの消えるモーションと前捨ての消えるモーションがちょっと似てるんで、よく見たら全然違うんですけど似てるんで、ワンチャン当たんねえかなと思ってこれ前捨てにしてるんですよV スキル2やと思って勘違いしてめくりって入れたらこれ食らってるんで、だからこれ前捨てしたんですけど、プジェガードしてますね。さすがアツシ、うまい。これはうまい、これはうまい。最大、あーもう無理、お疲れ様でしたってね。はい、何でステージでしょうか。お疲れはもうどんだけベガはバイソンの V スキルをスラで咎める距離に5つダストをすかしたい。でバイソンはダスト警戒の縦飛びとかにスマッシュして、なおかつまあ、とりあえず V スキルを貯めるっていうのが立ち回りの一つの目標到達点ですね。もうお互いの狙いは結構分かりやすい、立ち回りの。ペガは V スキル貯めつつダストもにもなんかすかしてリターンとって、あわよくば近づきたい。ここら辺はまあ別に言うことないな、うん、これはスラの間以外に行ったんで、まあ、読み合いで V スキルっすね。もしここで僕がぶっぱで前捨てしてたらこれ咎めれてたんですけど、おいベガもうちょい足伸ばせ、もうちょい足伸ばせ。これお前歯綺麗なんやから足ももうちょい、つま先長い靴履いてこいよマジで。お当たってサイクチャージ。でこれまあ、僕も思ってたし、オニキがワンガード、V シフトすげえ多いっすって言ってたんで、もう読み合いでこれ壊しアックスいってます。もし V シフトしてたら最大リターン、うーん読み負け、うおら。でここでまたあれっすね、大パン多分だ、確かこれ、そうこれ大パン仕込み込まれて当たる。
やっぱ、内側に入るともうベガスね、この組み合わせやっぱり。お、これ、持続ってんじゃねえのか、俺。持続ってる、えらない。これ再持続っすよ、プラゴやから。俺、持続コパンのマジ知識やん。で、これほら、これプラス5になってるからタッチューパン割れないんですよ。で、プジェ、サンフレ暴れしてきてるんですけど、だから割れない。で、倒してる。バイソンやっぱ性質的にどうしてもどっかで暴れとか逆タク当てないとターン入れ替わんないっていう近距離の守りが弱くて性質があるんで、それをその逆手に取ったっていう。持続コパン今のは体感です。チューインフェルノの後コパン空振り前捨てか逆にコパンってやると再持続勝手にコパン埋まるんですけど、今の場面は体感ですね。しかもその場受け身と後ろ受け身を見分けてます。配色に。で、これは、垂直見て V スティルがちょっと遅れちゃったんでしょうね。ギリ間に合った。しかし V スティルは溜まってます。もうこれ行くな。行けるだけ行くな。もうこれ画面走る。おいしい！プデュラの意識が高すぎて。まあこれは食らうよ。俺も大人の V シフトを見せていく。痛い気分で暴れだげー。 V シフト漏らさんかったな。プゲアクセン、あんま狙ってなさそうでしたね。アクセン V シフトは。立ち回りに戻ったらプラス立ち回り戻ったらきつそうやな。プラスあれ白ゲージちょっと溜まってたんで、あれ白ゲージなかったら多分駒投げで行ってないんですけど、白ゲージあるからその分も含めて駒投げで倒しきれるなと思ったからもう駒投げ行きました。これは読み勝ちましたね。全体的にすごい見たら読み勝ちが多い感じでしたね。まあまあ2先なんてこんなもんよっていうのでもある。